東大やりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエストに行ってみようと思います。ネザー要塞のデイリーチャレンジ3ですね。HP が 75% 減少するめちゃくちゃ難しいところです。しかも3なんだよね。で、報酬がアーティファクトです。パワーシェイカーとか、雷の杖、256が欲しいところですね。では、ここに、装備を、これでいきます。骨の棍棒に、フルメタルアーマー。で、愛のスペル棒と、羽、カバン、キノコですね。カバンがあるので、まあ、影化も使いながら、やっていきたいと思います。それでは、行きましょうか。まあ 75% なので、食らったりすると、まあ無理。とてもじゃないけど、これ、普通には勝てないわ。ああ。なので、これ、キャプテン多いんですよ、ここって。キャプテンが、ものすごく多い場所なんですよね。あぶね。キャプテンは倒すけども、旗は取らないということで、やっていきます。いや伸び無理、伸びは無理。 OK ヘルスシナジーでまあなんとか回復するか。いやでも一気にダメージもらうと無理だからね。いやこれ勇者の方が良かったかなあ。多分これ勇者の方が行きやすかったかもしれないけども、これでいこう。あぶね。多分焦げとか来たらこれ一瞬で終わるもんね。あ無理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 、これはきつい。はい、キャプテンいるけども無視です。キャプテン無理なんで、キャプテンは無視ですね。これそうか、キノコ使わずにドラとカバンで行くっていう手もありだよね。ああそれもいいな。でももうこれでいいって決めたから、これでいいや、これでいきます。っていうか最近ラグい、ものすごいラグいなんですよね。ラグが起きるんですけども、このラグいのは何とかしてほしい。ちょっと待って、逆にタンブルビーが出て寄ってくる、これやだな。あーここきついぞ。ちょっと待って、おい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 、ポーションバリアつけてそれかよ。ポーションバリアつけてその火力か。いやひで、あちょっと待って、帯電無理や。いやここ無理だ、ここ無理です。これはいや、でも倒しとかんと来なきゃいかんからね。よしオッケー、よっしゃー、スイッチを2つ、あ、うん、2箇所だね。ここと、下のところ、落とさないといけないんだな。オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっと待って、矢がなくなった。これ矢がないと、ちょっときついぞ。よっしゃ、オッケー。え、これ矢ないと無理だぞ。待て、え、どうしよう。まあ、ある程度進んでいくしかありませんね。あ、よかったー。あ、でもここ敵無限脇だ。ここ無限脇なんですよ。 なので影化して進んでいって扉を開けます。うん、この無限脇はね、
ちょっと無理です。オッケー。うそ。待って、危ねえ危ねえ危ねえ。一瞬でゴリッと削られた。あぶねえ。ちょっと。ここ無理じゃないですか。あそこは無理じゃないですか。ああ、オッケー。やけどとかが来るとちょっときつい。え、どっち？こっち？あ、こっちだな。待て待て待て。待ていいよ。やっ。ああ、75%HP 減ってるから。やけどが痛い痛い。キャプテンはもういいって。キャプテンいいよ。よっしゃ。もう調子乗って1個取る。1個だけ取る。モブちょっと待て。モブ HP 120% 増加しちゃった。無理です。これは無理。待てよ。あぶねえ。待てー。ああ無理。とてもじゃないけど耐えれない。あ、そうかそうか、そうだわ。敵の HP 増えたんだ。それは無理よ。倒せん倒せん、こんなもん。オッケー。でももう半分以上来てるからね。いやーちょっと調子乗っちゃったな。いやまさかこんな変更点がつくとは思いもしなかった。もっと軽いものかと思ったら結構ハードなやつがついた。よし、オッケー。ちょ、矢が出て、オッケー。矢が出たね。オッケー。これぐらい矢があればいいでしょう。あああ、うん、こんぐらいあればちょっとはマシだ。オッケー。あ、でここね。はいはい。おいって、味方回復きついな。この HP での味方回復きついぞ。よっしゃ、お前、よし、いけるね。あーもうトゲ、トゲだね。トゲ無理、トゲは無理です。あ、お前だよトゲは。トゲ耐えれん。え、で、これえ、クリアじゃないよね。待て待て待て、トゲがいるともう無理だ。オッケー。トゲいるとちょっとダメージもらってやられる。あ、まだあるよね。あ、でも確かあそこの上に行けば、クリアなのよ。うん、なのでここで影化して進みます。ちょっと待って、タンブルビーこっち来ないで。うっそ、ちょっと待って、クソ、もう蜂が出てたからや。ここはね無限湧きなんすよ。もうお前ほんとにいけるね。 OK、 ではあとはここの強制戦闘を終わらせればクリアですね。
HP120% 上がってるけども頑張っていきましょう。え、なんだったっけ、これなんか懐かしいな、元かなんかやった時に、あ、違う違う、元じゃないな、なんかのアップデートの時にあのノビが無敵になった時があったんだよ。それで死ぬ、それで死んじゃうの、え、来た来た、伸び来た伸び来た、マジか、うわ、待て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 、無理無理無理、よし、いやちょっと待って、これ昔と昔のままだ、伸びにダメージが入らん、これ無理だ、ちょっともう一回挑戦しますね、もう一度挑戦で装備変えてます。愛のメダルと、ウィザーアーマー装備してますね。これ本当にあいつがまだ無敵だったらまあ無理だから、うん、それを確かめたい。 OK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 、 愛のメダルは結構ここは役に立つ、すっごい役に立つ。ちょっと待って、あのトラップが鬱陶しい、本当に。よし、いいね。じゃあちょっと突っ込みましょうか。ちょっと待って、オッケー。ダメージないよね。あ、ダメ、うん、無理無理。うん。確実に倒せない。シールドが削れないんですよ。なんで落とすしかないね。ちょっと待って、こいつらも下からも来るのか。ちょっとなんとか伸びを、下に攻撃寄せて倒しましょう。これきついな、これはきついぞ。 OK、 いくぞ、オッケー、いけたー。やっぱり、落として倒すしか方法はないっぽいっすね。はい、では報酬見て終わります。それでは頼む、何が来る。炎の矢筒の255、炎の矢筒は255持ってるね。ああ、持ってました。はい。ということで、ちょっと無敵の伸びはなかなか難しいですけども、落とせばいけます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。